せーの、びっくりするよ。マッキンウェアチャンネル。吉原。はい。板チョコ。板チョコ。板チョコ。食べる？いいですか？ありがとうございます。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、このまま食べても面白くないでしょ？面白いです。あ、食べたいです。食べたいです。何なんですか？はい、この板チョコを科学の力で美味しくしたい。科学の力。それでは今から13階の食堂へ移動したいと思います。食堂ですか？食堂へ。なんで食堂？食堂で作るから。いくよ。ワープしたいと思います。いくよ。はい、せーの。では13階の食堂でございます、はい、ちょっと実はあまり大きい声使えてチョコレートです、ね、チョコレートでございます。板チョコちょっと砕いておりますで、また大活躍ですよね。これ重曹めっちゃ使います。重曹風船も膨らむし、はい、山下先生が大好きなお酢でございます。お酢をチョコに入れるんですか？見てて見てて、はい、紙製のこういったカップを使っていきます。あとはこういうサジで、はい、まずこのチョコレートをレンジでチンをして溶かしていきたいと思います。クッキングだ。ではレンチンしていきたいと思います。びっくりするよ。びっくり小さじ1杯弱ぐらいかな。重曹小さじ1杯弱ぐらいです。で、お酢を、お酢をこれも小さじ1杯弱ぐらい入れます。うわ、シュワ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 、すごいシュワシュワになってる。混ぜてしまいます。すごい、これだけだと酸っぱくなって美味しくないんじゃないですかって思うでしょう。絶対やばいチョコできてるじゃないですか。絶対酸っぱいですって。あ、もうだって匂いが匂いやばいっす見た目ではシュワシュワわかんないですね。よし、さあこれでほぼ完成なんですよ。この最後もう一発レンジ。あ、レンジ。いい感じ、いい感じ。ふつふつなってますね、うん。なんか可愛くなりましたね。エアインチョコ、作りました怖いな、これ。酸っぱいの怖いな。いただきます。うん、どう？酸っぱくないし。うん、なんか、え？なんか、驚きの食感なんですけど。ケーキみたいに。ちょっと食べてみて。美味しい。実は俺食べるのが初めてや。いただきます。すごくないですか？うん、焦げたね。焦げた、焦げた、うん、あ、焦げた。あ、ごめんなさい、反省が分からない。酸っぱさある？全然ない。全くない。はい、これホロホロホロって、ホロってね。ということで今日はですね、エアインチョコ大成功ですね。はい、はい、皆さんもぜひ試してみてくださいね。さよなら。身近な不思議探してるような